メガラボです。さあ今回もゲストは田村直江さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ J2 も間もなく折り返しというところ、残すところ1試合というところでのメガラボなんですけれども、まずざっくりとこの前半振り返ってみていかがだったでしょうか。仙台はそうですね、首位にいた時期があって、まあ、今は少しね最後負けてしまったところで、まあ、伸び悩んでいるような状態ありますけど、はい、まあ、こう安定してこう得点も奪えてるっていうところが非常にいいポイント。まあ、ただもちろんね全勝するっていうのは難しいですから、その中で、失点を減らしていくっていう課題はありつつ、うん、まあ、狙いどころ奪いどころでしっかり取って勝ちをつかむっていうところは非常にいい戦いができているのかなと思います、ね。はい、まあ、全体見ますと、原崎監督は、ボールを握りながら主導権を持ってというサッカーをしたいというふうに話していましたけれども、まあ、ちょっとここまで見ると個の能力が高くて、うん、まあ、それに依存する形での得点っていうのも多かったかなという感じがしたんです。そうです、相手チームがプレッシャーに来てくれれば、それをある程度ディフェンスラインも、まあ、シンプルにつなぎながら状態のいい選手につければすり抜けていけるんですけど、なかなかジェフ千葉戦のように引かれた相手に対しては自分たちがボールを持ったところでちょっとどうやって攻めるのかっていうところにまだ課題を残している気がしますから、ある程度ハイプレスに来てくれるチームに対しては勝ち点をもちろん3取れてますし、まあ、それ以外に引かれた相手に対してどうやって攻めていくのかっていうところが、まあ、非常に大事な課題にはなっているかなって気がしますね。まあ、ちょっとフォワードの中山選手も怪我で途中から離脱しましたし、はい、ただその中で今シーズン加入しました地元仙台出身の遠藤選手、はい、ちょっと無双状態ですね。そうですね、まあ、別格ですよね、はい、まあ、持ってる能力と、まあ、もうボールを止めて蹴る技術の、まあ、最高峰というか、はい、それにまあ、ゆっくりに見えますけども、局面局面ではスピードもありますから、はい、ボールを奪われない、そしてワンタッチでスルーパス来ますし、まあ、前節の千葉戦でワンタッチで皆川選手に出したパスなんて、まあ、僕はびっくりして見てましたけど、はい、まあ、視野の広さもありますし、まあ、周りもこう遠藤選手を、まあ、一回見てますから、うん、まあ、非常にやりやすさはあると思いますね。そうですね、本当にちょっと私は来てくれてありがとうございますという伝えましょう、それは感じがね、はい、しましたけれどもね。あれ実はゴールパフォーマンスはあれなんですよ、うん、カッチカチやでっていうね、ふくらはぎと戦うんですけど、はい、遠藤選手僕もね結構ね、自慢のふくらはぎ持ってるんですけど、まあさすがに遠藤選手すごいですね、41センチって言ってますから。本当ですか、ふくらはぎ周りがウエストレベルですよねって言ったらそれが2つ悪くないですから、まあなんかまあ、それもそうですし、はい、まあ、技術的なものも含めて、まあ、鹿島での経験、まあ、もちろんそうですけど、まあ、本当に向こう何年仙台でやってもらえるのかっていうところが、まあ、非常にこう大事になるのかなと思いますね、はい、あとちょっと攻撃で見ると、はい、木田選手、うん、ちょっと生き生きしてる感じがするんですけど。そうですね、ね、まあ、昨年 J1 で、はい、やっていた時よりもやはり伸び伸びしてるように見えますし、まあ、とはいえ J2 のレベルと J1 のレベルの違いが、まあ、もろに出てるのかなっていうところがあって、うん、やはり、一人一人の対人のレベルっていうところは J1 の方が高いですから、はい、まあ、一人抜いてもすぐカバーに来たりとか、まあ、そういうところで少しこう苦しんだ昨シーズンでしたけど、まあ、今シーズンはある意味、まあ、自分の能力の方が高いっていう中で戦えてるっていうところが非常に大きいのかなと思いますね。そうですね、なんか発言もすべてにおいてチームで1位になるなというもういけないっていう話をしてましたから、うん、まあ、この後折り返しですけれども、ちょっと期待していいかなっていうね、そうですね、まあ、左の木田選手、そして、まあ、今ちょっと出てなかったですけど、名倉選手が非常にいい働きをして、うん、まあ、攻撃が素晴らしいように見えるんですけども、はい、まず守備のファーストチョイス、ファーストチェイスとして、はい、まあ、非常にいい働きをしてくれてますから、まあ、この仙台の 4-4-2 のサッカーで、その両サイドハーフの守備っていうところが、まあ、昔のやはり J1 で非常にいい成績を収めた時の、まあ、関口選手とか、まあ、ライオンギ選手が両サイドハーフにいた時、はい、非常に守備頑張ってくれてようやく安定して攻撃に行けるっていうところが、うん、まあ、今その形がようやく復帰できているのかなという印象あるので、はい、まあ、誰が入ってもそこの両サイドハーフの守備っていうところから入るっていうのが非常に大事ですね。あと何といってもですね、フォギーニョ選手、うん、ちょっと来日初ゴールありました、ね、もう目の前で見届けましたけどね、ちょっと裏話あるんですけど、はい、私と田村さん解説の時に、はい、ダゾーン実況の中継の時に、中継前にピッチ内アップするじゃないですか、はい、ありますで練習してシュート練習もしますよね、はい、各チームね、その時にフォギーニョ選手は
結構練習とか、そのピッチナーアップの練習のシュート練で、吹かすの多いんですよね。そうですね、で、その時に田村さんと、これ入ったら、来日初ゴールですよね、なんて言って。言ってたんですよね。ちょっとでも今日のシュートの当たり見ると、ないかなって言ったその日に、そう。ズドーンって決めましたから。そう、一つ目が逆サイドになんかこう、グラウンダーで流し込んだシュートだったんですよ、で。まさにそれもウォーミングアップで一本あって、全然ずれてたんですよ。でも、やっぱり試合で調整したっていうところが、まあ、ホギードの素晴らしさなのかなと思いますし、まあ、彼の SNS とか見ても、昔のブラジルのシーズンかなんかで決めたゴール、結構豪快なゴールも決めてたんで、まさかなと思ったんですけど、その2ゴールでやっぱり大宮の試合にもミドルシュート決めてますし、もともとボックスボックスで、まあ、素晴らしい働きを続けてくれた中で、まあ、中島選手っていう相方をね、見つけてというか、まあ、いいコンビネーションの中から、まあ、どちらが前に出ても、仕掛けれるよっていう状態を作ってましたから、まあ、ボランチがゴールできるっていうのは大きかったですし、まあ、あのあたりぐらいは非常にいいチーム状態だったのかなと思いますね。昨シーズンは怪我とか、体調不良で、なかなかいいパフォーマンスがね、フォギーニョ選手できなかったんですけれども、ここに来てね、グッと上がってきましたから。そうですね。J2 で戦うスタイル、やっぱり点を奪いに行くっていう意味で、攻撃に参加できるボランチの必要性ってところに感じますね。そうですね。まあ、ですから、実況前に田村さんと打ち合わせしたおかげで、ボギーニョ選手がゴールを決めた瞬間、来日初ゴールという言葉がパッと出てきたっていうね。なるほどね。いいリハーサルでしたね。いや、いやいやいや、本当にね、ありがたい話でございますけれども、ナイスゴールですよね。さあ、そんな中、いよいよ折り返し、現在、J2 は大混戦、上位3つが3つ止まりという中で、これ当然、自動昇格のためには、どこかで抜け出さなきゃいけない。そうですね。抜け出すためには勝たなきゃいけないということになると思うんですけれども、ポイントどうなるでしょうか。そうですね。まあ、半分、そして次は、まあ、横浜 FC、山形、町田。まあ、そのあたりの、まあ、上位チームに対して、やはり、前半戦は負けているチーム多いですから、まあ、横浜 FC、特に町田に関しては、大事なゲームにはなると思いますし、まあ、やはり後半戦、ここまでね、怪我で離れていた、まあ、中山選手戻ってきます。そして、まあ、松下選手、橋塚選手、まあ、富田選手含めて、まあ、全体としてやっぱり戻ってくる選手を、まあ、いい日に迎えてあげるということも大事ですし、まあ、逆にまだまだこう前半戦こうなかなか活躍できなかった、まあ、加藤選手とか、まあ、その他の選手の爆発なんかも期待したいなと思いつつ、やっぱりこう引き分けを勝ちにする、負け試合を最低引き分けにするっていうその勝ち点っていう考え方も非常に大事になりますから、あの順位が近いチームにはとにかく勝ちを与えないってことも大事になるかなと思いますね。いやー、どうなりますか。そうですかね。まあ、その3チームやっぱり抜けると僕も思っているので、横浜 FC、新潟、仙台、まあそこの3分の2でこうやっぱり行くのかなっていう気はしてますので、まあ下位チームに今年仙台非常に勝ててますから、まあそこは取りこぼすことなく、そして上位陣に対して前半戦負けたチームにやっぱり勝っていくこと、まあそれが大事かなと思いますね。いやー、なんとかこう抜けてね、自動昇格でずっと1年で J1 復帰っていうのがね、期待したいところなんですけれども、ただあの怪我人がね戻ってくるっておっしゃいましたけど、中山選手のゴールなんかもこうちょっと量産もね、見たいですね。見たいですね。やっぱり出し手がいますから、遠藤選手っていう、まあ、そこにフォワードとして点が決められてるのは昨年そこが少しなかった部分がありましたから、まあ、やっぱりフォワードにいいボール出てきますし、常に準備しておく、そしてこうシュートを打つ振りしながらでもそれが最後スルーパス来ますから、常に準備しておくことが大事だと思うし、まあ、フォギーノ選手の活躍から、まあ、中島選手のボランチ、このシーズンやっぱりいろんな選手が得点決められてるっていうところは大きいと思うので、まあ、とにかくそういうパターンを続けていくことと、カウンターだけではなくて、まあ、ビルドアップの中からどうやって攻めていくのか、まあ、やっぱりセンターバックがもう少し持ち運ぶことであったりとか、まあ、球離れ早くするだけじゃなくて、相手が来てからやっぱり少しこう相手のユニットをずらしてあげるようなビルドアップは、あのボールポゼッションをやはり、考えてるチームにとっては大事ですから、まあ、そこは課題かなとは感じます。そうですか。あと夏場ですよ。夏場お暑くなってきて、ね、どういう風なサッカーをするのか。そうですね、本当夏場はボールを回すことがやはり休憩にもなるんで、ボールを相手に持たすだけだとかなり苦しくなりますから、ある程度そこの使い分けはもっと必要かなと思いますね。そうですか。さあ、勝負の後半戦ということになりますけれどもね、果たして J2
次回、うん、ベガラボをやっているときにはどうなっているのか。そうですよね。原さん、キーマン誰になりますか。もう私はあの、はい、推しとしては、はい、もう遠藤選手、はい、中山選手、うん、この2人の、うん、まあ、コンビネーションで、うん、こうバンバン点を取るっていう。なるほど、もうちょっと点を取って勝ってほしいなっていう。なるほどね。やっぱ得点取りと気持ちいいっすね。昨シーズンなかなかそのゴールも叫べなかったところもあったと思うんで、まあ、今年はそれが多いっていうのもあるし、まあ、センターラインが本当にしっかりしてきた、センターバックのまあキム選手と、まあ、ボランチの2人とやっぱ中山選手、遠藤選手ってところがあるんで、まあ、そこに両翼のね、名倉選手、木田選手、まあ、本当に絡んでくれればいけるなっていう感じはしてますけどね。もうあの正直本音は、うん、取り合いでもいいじゃないかと。なるほど、天皇、うん、もう殴り合って最後勝ち点3取って、なるほど、よっしゃでいいんじゃないかなっていう、ね、そうですね、思ってますんで。わかりましたね。そうね、田村さんどうですかね。僕はやっぱり守備の出身なので、はい、後ろの選手をもっとこう上げていきたいなっていう、それはいい意味でなんですけど、はいはい、まあ、守備でやっぱりベースとしてはもっと対人強くいってほしいし、ただ、まあ、広川選手のカバリング非常に上手いですから、まあ、もっと自分ではなくて人をこう動かすような働きかけ、まあ、ベテランとしてできると思うんで、なるほど、もっともっと期待してますし、はい、まあ、それができればもっと楽に自分がプレーできる、最後まで90分間プレーできると思うんで、まあ、自分がやるのももちろん大事ですけど、人を動かすっていうこともできればもっともっといい選手になっていくと思うし、はい、まあ、原崎監督もやっぱり信頼して使ってもらうくれてると思いますから、あの期待に応えてほしいなね。はい、さあ、もしかしたらフォギーニョ選手が得点を取ってるかもしれませんよ。ある？ここからだんだんもう夏は動いて動いて、なるほど、ありがとうってなるかもしれませんから、ね、いや見たいな、夏場のもうブラジルのね、灼熱の太陽のもと、でも得意そうですね、ね、うん、ボックス2ボックスでどんだけ走るんだよっていうのをちょっとね、うん、そこもちょっと私は期待したいなと思いますので、あと原崎監督の采配にもね、今後やっぱり期待したい、ね、1年通してまだやっぱり原崎さん監督としてやってないから、はい、そうですね、ここのところに非常に興味深いなと思いますね。わかりました、はい、ぜひ自動昇格圏内キープあるいは抜けて、うん、次回のメガラボを迎えられるといいと思いますが、田村さん、はい、スポルタンネオでもまた仙台放送で毎週土曜日午後6時30分から放送していますので、はい、そちらの方でも解説ぜひよろしくお願いいたします。はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。